どうもりどんでーす。今回はノックに高額迷彩が実装されたということについてやっていきたいと思います。まあ皆さん、このノックに高額迷彩が実装されたかなどうかよりもみんな気になってることは一つだと思う。俺の声が若干ブサイクになってること。いや、元からブサイクだろとか言うんじゃねえぞお前。あの、そういった人みんな殺します。はい、いつもは普段はね、すっごいイケボで、あ、何言ってるかよくわからないからよく眠れます聞きながらなんていうぐらいね、俺の声って、あの、聞きながらもうなんか眠くなってくるような声という風なね、コメントがいっぱい来るんですよね。まあ内容がわからないからっていう意味なのかもしれないですけど、はい。まあなんでね、こんな声がね、今日特別にブサイクになってるかっていうと、あの、実は4日間オフライン大会の実況解説したら喉がやられちゃいましたね。はい、ということで、ブサイ、今日は特別ブサイクになっちゃったんですけどね。あ、ちょっとごめんなさい、紹介していきたいと思います。この高額迷彩、これね、どういうことかっていうと、ノック実はね、あの、ハードブリーチングチャージが2枚ね、これつくようになったから、まあ、てかいろんなキャラにもうついてんだけど、このノックのこのなんかなんとかプリダクションっていうこのアビリティ使うとカメラにも映んなくなって足音も消えるんだよ。で、この状態でハードブリーチャー貼るとマジでバレない。あの、カメラでも見られないし音もなくなるんだよ、設置してる時の。え、これガチで強いからちょっと見てて、俺の忍者プレイ。まあでもね、みんなよく聞、あの、前回のね、前上げた動画とかをね、あの、比較したら俺の声のブサイクさがわかると思う。マジで今ブサイクよ俺。もうブスオブザブス。あ、ごめんなさいね。あの、画面の向こう側の君たちへの悪口じゃないですからね。ブサイクなんて言ってませんからね。僕、スマホの画面暗くしたら反射して僕の顔映ったけど、ブサイクとか思わないでください。やめてください。お、ようやく、喉に、俳優に寄生してた、喉にくっついてた虫が離れたかとか思わないでください。あの、俺、インスタに写ってる写真、あの、誰か雇ってません。あれ、俺です、ちゃんと。はい、本体です。メルトンさんです。誰かを雇って写真撮らせてるわけではありません。あれ、メルトンさんですね。広がりの。行くぜ。これ、バレてないんですよ。まず、ここで割るじゃん。みんな下がると思うんだけど、これ、あえて前出んだよ。この足音小さくして。で、爆発音でみんな耳がおかしくなってるところ。ほう、愚か者って感じでしょ？これ、しばけんのよ。これ、だいたいここに壁抜くとね、ボムラのやつとか倒せんだよね。あ、待って、ブラックアイ。危ない。ちょ、死にそう。で、こっから本番。俺、このカプカンは引っかからないようにするぞ。とりあえず。あ、危ねえ。マジ引っかかりそうになった。あ、やばい、もう声がブサイクすぎて、なんか突っかかる俺の声が。やってくれ。どこが頭なのかわかんないんだけどね。で、これ絶対ディフューザー守ってっから、このハードブリーチングチャージで耳ぶっ壊してこれ使うんだよ。これ有刺鉄線踏んでるけど、全く音聞こえないっしょ。ほら、いや、マジこいつ釣られてくからね。あの、ハードブリーチングチャージって壁越しでも耳鳴りになるから、これマジでおすすめ。ノックのやつマジ強いよこれ。いや、なんかさ、俺喉死んでるけどさ、なんか喉死んでちょっと声低くなってイケボに逆になってる気がする。うんちして、おー、かっけー。お、うんちさせちゃうねこれね。意味わかんない。ちょっと止まれ、ちょっと落ち着け俺。あとね、なんで俺がこんなね、喉死んでるのにルンルンなのかっていうとね、あの、ちょっと待って、実況解説結構ね、あの、うまーくやったからね、みんな見てほしい。競技シーンに今まで興味なかったよっていう人ね、俺めっちゃみんなに誰でもバカでもわかるように、本当に初心者でもこのゲームやってないやつでもわかるように超頑張って解説したから、みんなアーカイブ見てほしい、生放送の。いや、ほんと見てて。で、あとね、もう一個あんだよ。ぶっちゃけ、それよりもマジで嬉しいことがあって、みんな聞いて、あの、俺にはありえないことが起きた。友達ができた！いっぱい。おー、お前友達やっぱいなかったんだねーとか思ってると思うんですけど、いや、競技シーンの友達、ガチでゼロだったのよ。だけど、もうほんと一気に増えた。いや、俺、4日間行ってね、収穫何かっつったらね、マジでつながりが広がった。死ぬほど広がったね。いや、競技シーンのオタクたちとね、ちょっと仲良くなっちゃったんだよね。いや、もうそれが嬉しくて、もうたまらなくて、あの、あ、もうちょっとみんなとね、すげえ仲良くなったんで、これからね、いろいろ絡みがあると思います。まあ、動画にはね、現れるないかもしれないと思うんですけど、俺ちょっとね、競技シーンのつながりが増えるということは、あの、情報が入ってくんじゃん。いろいろ攻略の。だから、動画の質も上がると思うし、俺のレベルも向上すると思うんだよね。
あ、やばい、ちょっと今のイケボだな。かっけー。俺ノード死んでたから、かっけー。ちょっと待って、こんなね、適当にやってっとね、お、これ今日ゴミ動画だ。こいつの喉のぶっ壊れて、喉がかっこよくなってるところしかいいとこねえわとか思われちゃうから、ちょっと見せるわ。待って、これね、あるんだよ。天文界の上がり方。ヴィラの天文界のノックの上がり方を教えてやろう。あと、ハードブリちゃん使い方。この有刺鉄線はね、端歩けば音なんなくなるからね、ノックね。これ、小技。マジで小技。これ一回無視すんじゃん。必ず右奥隠れてるから、あ、ここね、あ、もうテンプレ、もうこれマジでテンプレ、あっ、あっ、あぶな、お前、おい、喉潰す気かよ、ふざけんなよ。でもさ、喉をさ、ガサガサなってる時にさ、無理やり声出すとさ、なんかそのままブサイクが定着するって聞いたんだけど、マジ俺やだよ。俺この声で一生実況するってなったら本当にやばいんだけど。うますぎ。メルトンさん、うまいなぁ。なんでオフライン大会出れなかったんですかね。おかしいですね。こんな実力あっていけないって、マジ？いや、ここ開けない方がいいな。あ、タイル設置か。ん？そこじゃないな。うまっ！てかね、俺最近ほんとうまくなってて。なんかみんな動画見てる人、最近見てる人わかると思うけど、俺マジでうまくなってない？超うまくなってんのよ、俺最近。いやー、俺今日はもう一日中俺声ブサイクかもしれない。いや、この動画が初見の人とかいたらやだな。なんかメルトンって人めっちゃ声ブスなんだけどと思われたらやだ。てかチャットでなんか友達俺いないみたいな感じで展開されてんだけど、なにかわいそう。でも今の僕は友達いるからな。悔しいね、友達いないの寂しいね。あー、いいね、気持ちいい。友達いるって強いなー。てか奇跡だろう。俺がなんかこの話したらとかチャットでこの話してるのめっちゃおもろいんだけど。まあなんでね、このね、チャットの流れ、友達俺いないんだっていう野良が、味方がそうやって友達の話になってるかっていうと、なんかね、お、メルトンさんっすか、めっちゃ強いっすねみたいなチャット来たから、イージーとかってチャットしてて、なんかみんな反応いいから、あ、4人でやってんのって聞いたら、一人なんか、いや、俺はソロだ、キリみたいな感じでやってる人がいて、そしたらなんかちょっと悲しいチャットになってしまいましたね。やばい、今日声ブサイクでもなんかちょっと俺声低くなって動画聞きやすいなーなんてちょっと思ったんだよね。やっぱ俺声低い方が聞きやすいのかな。あ、君、はい、無職だよ。もう俺開けてっからね。あんたバーナー開けてて無駄だぞ。無職だぞ。もう一度言うぞ、お前無職だぞ。ついてこないで。マーゼルフィーズ開けてやる。火花、お前も無職だぞ。俺が開けるからな。あいね、フューズが開けてくれるとなると俺これやれるわ。あ、なんでサップつけてるかっていうとね、 あとこれ強ポジ潰しね。ここの隙間の棚から強ポジんとこ弾飛んでね、ここね。あとね、なんでサップつけてるかっていうと、ノックはサップつけてなかったらアホマックスバカって。あ、いたちょ、フューズここ行ってくれ。あ、そういうわけじゃないの、違うの、仕込んだわけじゃないの、本当に違う。いや、さすがに死んだだろ。いや、うますぎ、うま息子チンチンダービー。あ、いや、でもね、俺喉枯れててね、別なんか反省してる点があるんだよね。ちゃんと腹式呼吸しようと思って、俺これ喉で喋ってるせいなんだよね。いや、俺倒しちゃった、やばすぎ。やばくない今の。俺もこうハッカーみたいになっちゃったんだけど。待って、これ死にたくない。なんか狙いましたって言っとこうかな、適当に。言えばよかった本当に。いや、開幕、あそこにデザートイーグル倒すと倒せるんですよ、みたいなやろうと思ったら、ちょっと俺の手が震えたね。ちょ、マジビビった。あんなんで死ぬんだね。初めてだわ。いや、ちょっとね、腹式呼吸をしてないからね、なんか実況解説アマチュア感あんだよね。やっぱプロじゃねえなと思った、俺。実況解説はまだまだだね、ってなっちゃったな。いや、ここで喉枯れずに今日の動画上げてたら、お、メルトン実況解説もできるんだーっていう風になってたけどね、喉枯れてるからね、マイナス横予定な。本当にゴミ、カスだったね。いや、でもやばいね。もう解説兼選手兼ストリーマーとかになったらマジおもろいわ。やることあんのかな。でもな、いろんなところのね、なんつーの場所には行きたくないな。どっかに特化していきたい。待って、もう一人しかねえじゃん。俺にやらせろ。ちょっと待って、本当に一人なら俺にやらせてくれ。いや、でもね、来年は本気でやるぜ。というかもう来年つうかもう今から本気でやってるんで、もう本当に次は俺絶対行く。もう決めてるもん、心に。もう絶対行く。もう来年、ズーン、あーんって感じ。俺の喉を潰されたくないので、来年は勝ちます。
あ、終わっちゃった。あ、なんかこれもう打っちゃおうかな。はい、ということで皆さんね、なんだっけですね、あ、ノックだ、ノック強いのでぜひやってみてください。じゃあメルトンでした、バイバイ。